はいみなさんこんにちは村長スタジオ中の人です今日は前に村長が解説しましたリメイク版を私が喋らせていただきたいと思いますよろしくお願いします最近の d a w にはほとんどピッチ補正ソフトのメロダインが標準でついてきたりしますエッセンシャルというバージョンなんですけれども ボーカルの音程の編集ができるようにメロディックモードというモノフォニックの単音の編集ができるようなメロダインがついてきますそこで今回はボーカルの編集を例にしまして皆さんにメロダインの達人になってもらうために少し解説をしたいと思います村長ミュージックスタジオ 今画面にありますようにメロダインをかけたところからスタートさせていただきますまず画面の操作や概要についてお話ししたいと思いますボーカルトラックにメロダインをかけるとこんなように表示されますまず拡大縮小するときは Windows の場合コントロールとオルトキーを押しながらマウスを操作するとこのように虫眼鏡になって自由に 拡大縮小ができます今度は移動の話ですコントロールとシフトを押しながら動かすとこんなハンドマークになって上に動かしたり下に動かしたり自由にできます次にぜひとも覚えたい機能は上のツール群です私の場合は6個ありますがエッセンシャルの場合は確か3つぐらいだったと思いますエッセンシャルのバージョンでできることは このように音程を動かすことです。そして、はじめメロダインをかけたとき、右の端の音符マークの方が白く点灯してます。このときは、横方向にロックがかかっています。これを外してこそ左右に動くようになります。このように縮めたり、伸ばしたりして移動することができます。エッセンシャルの場合、できることは、 主にここまでなんですが音が1つのブロブの中で2つの分析になっているようなところ例えばこれですねエッセンシャルの方でも分割というのができますそれはこの1つの塊をブロブと言いますがこのブロブの半分より上の方にマウスを持っていくとアイコンがこんな形になりますのでそこでダブルクリックをするとこんな感じに分割ができるようになります エッセンシャルでできることは音程と左右のの移動ががでできるのが基本です。このツールの説明なんですがもちろん一つ一つこのように機能がありまして長押しをするとこのようにまたその中にもいくつかのツールがありますでもこちらを編集していてマウスを上に移動するもしくは右クリックするというのはとっても時間がかかります これらの選択も必ず覚えておきたいショートカットです。DAW の設定にもよりますが、私が今使ってるスタジオワンの場合、この6つが、数字キーの1、2、3、4、5、6に相当します。もしくはこの2番目の3つ目を選びたいような時は、2を3回、トントントンと押すと、こういうドリフトツールになります。例えば、この道具、 2つツールがありますが2つ目を選ぶときはトントンと押すと2つ目の道具になります画面表示を上下に動かすのはマウスの真ん中についているホイールを回すことで上下に動かすことができます横のスクロールはシフトキーを押しながらホイールを回すと横スクロールがこのようにできるようになっています いろんな再生方法についてもお話ししておきます。トラックの上の方にある小説番号などが書かれたところをダブルクリックすると音楽と一緒に再生できます。まダブルクリックでもう一度止めることができます。今度はアカペラで聴く時です。アカペラで聴くときはこのメロダインの背景をダブルクリックすると。 そこからア「週末のお誘いはあるけど」このように背景をダブルクリックするとアカペラで再生するのですスピードの速い場合このように自動的にスクロールしてしまって元にこのようにして戻さないといけないときが案外面倒です。 そういときは再生したい部分をこのように選択しておきますそしてオルトキーを押しながら上のメジャーをクリックするとこのように選択したところで止まってくれますもしくは DAW のループと連携させることができます 小説番号の下の部分をなぞるように選択すると DAW のループも同じく範囲が設定できますこのようにして再生するとこの単を何度もループしますのこのようなループ再生も対応しています 白いエリアをダブルクリックするとループが解除されますこのように再生方法も便利にできていますのでうまく活用してみてください一つティップスをご紹介します例えばアカペラでずっと聞くときに画面の右下にオートスクロールボタンがあります本来オートスクロールがオンになっていたら「 このように自動でスクロールするはずですがまた一人なの自動スクロールしないときがありますそれはあるブログをこのように選択されているときですその時は自動でスクロールしませんにればまた一人なのその時に 画面の背面を押すとこのようにスクロールが再開されますこれは選択している場所がある場合ここを編集中であるというように判断をして自動的にはスクロールしないようになっているのです皆さんもここを気をつけてください次は いろんな選択方法について説明します。選択はマウスでもちろん1つ選ぶのもよしそして複数選ぶときはこのように囲むようにします例えばこの音程今は F ですけれども F のところを全部選択しようと思ったらここをクリックすると F のところにある音を全部選択できます連続した複数の場所を選びたい時は このようにスライドすれば複数選択できるようになっていますもしくは飛ばし飛ばしに選択したいときはコントロールキーを押しながら選択すると飛ばした音程のところをこのように選択していくことができます大体いいこれまでは皆さんやってる方もいらっしゃると思うんですけれどもメロダイン特有のとっても便利な選択方法があります それはスネーク選択と言います。シフトキーを押しながらこのようになぞっていくと順番に欲しい音符の通したところだけがこのように選択していけるこれがメロダインの特徴であるスネーク選択ですいろんな選択方法をしっかり覚えてくださいねそしてこういう複数選択をすると とっても便利な機能があります例えばこれを選択しておいてそしてダブルクリックをするとしますするとこのようにピッチセンターに綺麗に合わせてくれますもう一度戻しますそして例えばこのように動かします今動かなかったのはここがキースナップになってるからです 実際編集するときはここをスナップなしにしておきましょうそうするとこのように自由なところに編集ができますもしスナップ選択になっていたとしてもオルトキーを押しながら動かすとこのように自由なところに動かすことができますただし 編集途中ではここをスナップなしにしておく方が便利ですそしてこのように動かしたけれども元の方が良かったという場合が多々ありますそういう時に戻すのは戻したい部分を全部選択しておいてそしてコントロールとオルトキーを押しながらンキーの4を押すと元に全て戻りますもう少し高度な機能に 画面の左上の方の4つ目にこんなアイコンがありますこれを押すとこのように元の状態が表示されます今変えていないので分かりませんがもう一度これをずらしますこれでこのボタンを押すとこのように元の位置が分かるように灰色になって初期値の音程を表示してくれますもう一度 コントロールとオルトと4キーで全て初期値に戻します。これだけ覚えるだけでもとっても便利になっていきます。色々な戻し方はものすごくたくさんあるんですが、基本的にはこれだけ覚えておけばいいでしょう？じゃあ次に編集をしていきます。<music> このようにして音程を合わせていきます。分の音程を合わすという意味では、今のところだけで簡単ですね。アシスタント以上では、もう少し複雑なことができます。ここから、いろんな機能を説明していきます。まず1個目の矢印ツールは、基本的には動かすだけですが、先ほども言いましたように、 こうやって分割ができたりします。分割したものを元に戻すときはこれでもう一度同じようにダブルクリックをすると元に戻ります一つにつながりましたねあとはここ先ほどありましたようにハンドツールであったり虫眼鏡だったりするのがこの一個目のツールです二つ目はこの一つ目と同じように基本的にピッチツールです ピッチツールは音程を動かします。えー、次に、ここを拡大して表示しておきます。ここに微妙な音の折れ線表示が出ていますけれども、これを直すのが、2つ目のピッチモジュレーションツールです。これを選んで上に上げると、この波がより複雑になります。 またこれを下げると平坦になります、えー、今度はここでちょっと前が低めちょっと後ろが高めですよねこれを直すのがその次のツールですピッチドリフトツールと言いますこの音符が分かりやすいですねじゃあこれで押しながら下げます、えー このように平坦になりました。上げます。このように元に戻りますし、さらに上げると、もっと傾きができます。次は、3つ目のツールについてです。このツールは、フォルマントツールと言います。男性のような声になったり、 女性のような声になったりしますがここの部分は割愛させていただきます次がボリュームのツールですボリュームを大きくしたり小さくしたりできます、えー、次のツールはとっても便利なツールですフェードツールと言いますこれを選んでこの先頭部分に持っていきまして 右の方に動かしますとこんな三角が出ますこのようにフェードインするわけですね後ろの部分に持っていってやれば今度はフェードアウトになりますはいそしてフェードアウトになってこれを上下に動かすとフェードの角度をこのように編集することができます次は 音量の3番目のツールです。これは視察音についての音量ツールです。メロダインのバージョン5からこのように、サシステソなどの視察音や、息継ぎ、ブレスですね。例えばここなんか、普通の音とは違うところはこのように縞模様で表示されます。 これを大きくしたり小さくしたりできます。内部的には、その前の音との関連性も考慮して、音を下げたりしているようです。次は、タイムツールの説明に行きます。タイムツールというのは、このように動かすことができます。この二つ目は、タイムハンドツールと言います。 これも初めてメロダインを触った人にはこれどうやったら動くんだろうというようになってしまいます。これはですね、ダブルクリックをすると新しくポイントができるんですね。すごく大きくしてみていただきます。このようにここにポイントができました。どこまでボリュームを上げた状態でわかりやすく言いますが、<ー>こういう時にどこまでアタックを引っ張って。 どこからフェードアウトするのかそれを選択することができますこれはポイントが一つだけではなくってダブルクリックをしていくとポイントは増やしていくことができます このように動かすことができますが、この距離が短いと、ダブルクリックをしてもポイントができない時があります。これは、その音が重なり合わないように、うまく制御されているようです。三つ目のツールは、アタックスピードのツールです。先頭の方に持っていって、これを上下すると、このようにアタックが変わります。 アタックを強くしたりアタックを弱くしたり変化をつけることができますこれは複数の選択をしておいて同時にすべてのアタックを強くしたり弱くしたりこのようにすることで力強いボーカルになったりそういうことにも応用できると思います6番目のツツーールル群は、分割ツールです。先ほどもありましたようにこれは思ったところで分割ができます。 このように分割してももう一度この縦のラインのところでダブルクリックをするとまた元に戻したりできます分割ツールの下にあるツールこれが分割タイプツールと言いますこれをやらないと必ずこの境目で動かしたときに片方が伸びてもう一方が縮んでというような連動した動きになります。 この分割のタイプをソフトタイプと呼んでいますこれをハード分割にするのはこれでダブルクリックをするとここの表示がちょっとだけ上に点のようなものがある表示になりますこちらのところはありませんちょっと見にくいですしもう少し小さくした方がわかりやすいかもしれませんこのように点がついているものをハード分割と呼んでいます こうするとこれを縮めたりしても2つが連動しなくなります。またこのように重ねることもできます。案外分かっていそうで分かっていないメロダインの使い方です。あと画面上部にはマクロツールがあります。例えばこれを何も選択しないもしくはすべて選択してやるとちょっと小さくしておきます。 このマクロを動かすことによりピッチがセンターにこのようにして動いてくれますそしてコードのスケールに合わせてですねこのように動かせることもできます今 d マイナーというキーでこの曲はできていますけれどもその d マイナーにスナップすることになりますもちろんリズムの位置も変えれるようにバージョン5ではます 機能がアップされています。このようにすると DAW のテンポに合わせて修正をしてくれますもう一つ新しい機能がこのボリュームマクロです小さめのボリュームを大きく大きめのボリュームを小さくコンプレッサーのようなことをできるようにもなりました ここらもも上手に使えばいいかもしれませんね。ただしこれを見てくれてる方でとっても初心者の方には音程自体もよくわからない場合にこういうマクロを使えばなんとか便利にできるでしょうが中級以上のユーザーさんにとっては自動マクロでできるというのにはあまり意味がありませんねボーカルのピッチというのは単純に合わせばよいというものでもなく歌にはしゃくりとか。 そういう要素もありますし少しフラットにしておくと悲しい雰囲気に聞こえるとかちょっとシャープにしておくと元気よく聞こえるとかそういう微妙な音楽的要素もありますのでそこらもうまく調整するにはやはり時間がかかっても細かくやっていく方がいいと思います今日は 一通りメロダインのできることを話しましたエディター以上のグレードを持っている人はコードを自動で分析したりとかそういう機能もありますが多分、k a のバージョンでもここにコードを表示させることができたかなどういう風にするかと言いましたら ARA2 で動作しているメロダインであればいくらかの DAW には こういうういいコードトラックという機能ががあある場合があります。今はもう2ミックスされたオ、OK、ケですので正確なコード進行は抽出できないと思いますがちょっとやってみますこうすることでコード進行をこのように表示できましたその場合メロダインで編集メニューから。 コードとキーを DAW のコードの使用というこのメニューになっている場合は画面の右の方にコードトラックを表示するボタンがありますそれを押すことによってこのように DAW のコードを表示させることもできますエディターとスタジオでは自動的にコードを分析する機能コード分析というものがあります ただし今はボーカルトラックでアルゴリズムがメロディックですのでこれではできませんポリフォニックで抽出した場合にコードを分析するということもできますまたテンポを測ることもできるようになっていますよそこらのエディター以上でできるような機能につきましては「ポリフォニックのメロダインの使い方」という動画を 次の機会に作ってみたいいと思います。ぜひ音程ツールとしては世界の標準になったメロダインを上手に早く使うポイントはショートカットキーですので特に上のメニューの123456そして例えば2のダブルトリプルクリックこのようにいちいちメニューを出すのではなくって。 素早いツールチェンジで、よりスピーディーなメロダインの使い方を研究してみてください。ご視聴ありがとうございました。尊重スタジオ、中の人でした。またね。